こんにちは、チョメです。ウィーズリー家のクリスマス休暇っていうのをやっていきます。今、自宅にやってきました。アパートです。これは大人になってからのクエストでしょうか。ホリデー前に一人でゆっくりする時間が取れてよかった。最近はいろんなことがありすぎたからな。ホリデーはどうやって過ごそう。きっと兄さんがそのうち会いたいって言ってくるだろうな。さっき袋で手紙を送ってきたし、サプライズって一体何のことだろう。コンコン。誰だろう。誰かが来る予定はなかったはずだけど。チョメ、ビルダー。これは嬉しいですね。ゴデリックの谷にいいアパートを見つけたな。しかもすごく温かみがあるスタイルだ。ありがとう。君が来るなんてびっくりだよ。エジプトにいたんじゃなかったのか。ああ、いたよ。エジプトから戻ってきて我らが誇る勇者に会いに来たんだ。このサプライズはジェイコブと一緒に計画したものなんだ。袋で手紙が届いてるはずなんだけど。それじゃあ兄さんが手紙で言ってたサプライズって君のことだったんだな。だけどここで何してるんだ？休暇でも取ったのか？ああ、なんとか有給が取れたんだ。それでちょっと急だけど家族と一緒に旅行に行くことになって、君にもぜひ一緒に来てほしいと思ってるんだよ。本当か？君は前に僕たちとクリスマスを過ごしたから、君も招待するのが自然な流れだろうと思ったんだ。うん、楽しそうだし、一緒に行かしてもらうよ。どこに行くんだ？その質問に普通に答えるなんてつまらないよ。だから、代わりにヒントを出してやる。どこに行くのか当てられるかな？しっかり聞いてるんだぞ。楽しいですよね、クイズ形式。1時間星5個で合格。ヒントを集める。ビルはこの旅行に行けるのがすごく楽しみみたいだ。隠れ穴でまだ面識のないウィズリーと会うことになるよ。心の準備をしておいてくれ。休暇で行く先は国外なんだ。旅行先では暖かい服を着た方がいいよ。見渡す限り雪だからな。もう一人のウィズリーと合流する予定なんだけど、まだ面識のないウィズリーと会うことになるよ。どっちだろう。どこに休暇に行くんだろう。休暇中にウィズリー家の一人と合流するんだ。他に誰が一緒に行くんだ。夜間でお湯を沸かそうか、ビル。旅行先に到着したら君にサプライズがあるんだ。窓から見る景色がいいな。でも旅行先の景色はもっといいぞ。ビルはこの旅行に行けるのがすごく楽しみみたいだ。どこに休暇に行くんだろう。まあ、以下略です。タップしよう。ロンとかと一緒に会えるんですかね。よし、君の出してくれたヒントをちゃんと理解できたか確認させてくれ。僕たちが行くのは寒い場所で、国外でウィズリー家の一人がいるところ。それでいいか。ああ、その通りだ。そのヒントに基づいて僕たちはどこに行くんだと思う？真ん中は違いますよね。左か右。エベレストさん。どうなんですか？スイス、アルプス。どっちの方が寒いんですかね？ちょっと右にしてみます。間違えちゃったらごめんなさい。エベレストさんに行くのか？それはいい予想だけど違うよ。あ、じゃあ一番左か。全く違った。またルーマニア保護区か。僕たちが行くのはルーマニアのドラゴン保護区だ。あ、確かに。ドラゴン保護区もめちゃめちゃ寒くかなってましたわ。見たら。つまりチャーリーに会いに行くんだな。もちろんです。ということで今すぐ行くぞ。さっき急に決まったって言ったのは冗談じゃないんだよ。移動機が発動してしまう前に早く隠れ穴に行って旅行の準備をしないといけないはずなんだ。まだ会ったことのないって言ったから、ロンとかとか思ったけど、チャーリーか。まあでもチャーリーと会えるのも嬉しいですけど。ちょっと待ってくれ。僕たちは何を持っていけばいい？何も持っていく必要ないよ、チャメ。僕たちが何とかするから。そう。僕が姿を現し術で連れてってやるよ。いや、ビル。僕が姿を現し術を使うよ。君が出張でいない間、免許を取ったんだ。そうか。それじゃあ、頼んだよ。よし。ちゃんとエネルギー回復してないのも見えるんですね。右のところ。隠れ穴に行く。よし、隠れ穴に行くぞ。母さんが君の到着を待ってるぞ。ちょっと回復していこう、右の方。ここちょっと映ってましたね。この辺の細かい仕様好きです。隠れ穴にやってきました。兄さんもいます。兄さん、サプライズ。ちょめ、何も言わなくてごめん。ちょめ、二つ目のサプライズを台無しにするわけにはいかなかったんだ。ジェイコブにも一緒に来てもらうことにしたんだよ。あ、これはすごく嬉しい。ゲーム付けの人たちを招待するのは当然よ。断ろうとしても無駄だからね。ありがとうございます、ミスス・ウィーズリー。僕たちを招待してくれるなんて光栄です。
そんなかしこまらなくていいのよ、チョメ。あなたもあなたのお兄さんも家族みたいなもんだから。実の子供よりもこの二人の方を気に入ってるんじゃないかって思う時もあるぐらいだよ。家に帰ってきた途端、カバンを置く間もなく、二人を休暇に誘えって送り出されたんだからな。おしゃべりしてる時間があるなら旅行の準備をしなさいよ。ウィリアム・ウィズリー。お手伝いします、ミセス・ウィズリー。招待してくれたので、手伝うぐらいはさせてください。まあ、それは嬉しいわ。末の娘が準備に長々と時間をかけてるから特に、地味に参るんですか？それじゃあすぐに始めますね。荷造り呪文を使えばすぐに終わりますよ。いや、嬉しいですよ、めちゃめちゃ。2階にいるのかな ?3 時間星3個で合格。ウィズリー家と荷造りする。これ星3個でもう止めててもいいのかな？今何やってるんだろう。クラブの星座と、あ、これだったらちょっとタイマー逃避使おうかなと思っております。パック。手伝ってくれないか、チョメ。隠れ穴の間取りに慣れてないんだ。おお、すごいすごいすごい。荷物が。チャーリーが僕たちをドラゴン保護区のツアーに連れて行きたいって言ってたんだ。トランクに全部詰め込めるといいんだけど、このプレゼントマークとかもあります。このトランクには飾りがいっぱい入ってる。なんかさっきから同じものばっかり見えるんですけど。ミセス・イーゼリーは末の娘って言ってた。きっと一緒に来るんだな。アーサーはどこ？1時間ほど前に帰ってくる予定だったけど、残念ながらフレッド・ジョージ、パーシー、ロンは休暇に来ないんだ。兄さんとウィーズリー家の一緒にホリデーを過ごせるなんて楽しみだな。休暇中はちょっとした夕食と冬のアクティビティを計画してるの。パック。一緒に休暇に行けるなんてワクワクするな。きっと楽しいぞ。手伝ってくれないか、チョメ。隠れ穴に間取りに慣れてないんだ。じゃあちょっと星3個やって、エネルギーっていうか、タイマー逃避使います。ここ出てきます。はい、これです。ノーマルタイマー逃避。これもう100個までしか持てないんでね。どんどん使っていこうと思います。あと一つで荷造りは終わりだ。おお、すごいすごい。荷造り呪文なんて久しぶりですよ。ただこういうなぞり方じゃなかった気がしますけど。パック。え、これ初めてですよ、パックって。このホグミスでは。おお、綺麗だ。普通に入っただけだったけど。これ呪文唱えるより自分で入れた方が早いんじゃないですってで。荷造りが終わりました。ミセス・ウィーズリー。ありがとう。すごく助かったわ。旅行に連れてってもらうんだから。これぐらいして当然ですよ。旅行中はいろんな楽しいことを計画してもらってるみたいだし。夕食、冬ならではのアクティビティドラゴン保護区のツアー。喜んでくれてるみたいでよかったわ。特にどれが楽しみ？これは夕食かな？ご飯がやっぱり楽しみです、私。あ、でも真ん中もなんか気になりますけどね。僕はクリスマスの夕食が一番楽しみです。ミス・ウィズリー。どんな美味しいものを食べられるんだろうってワクワクしてます。それじゃあとびっきりの美味しいのを作ってあげるわね。あなたとジェイコブが一緒にクリスマスを過ごしてくれてよかったわ、チョメ。ホリデーは楽しく過ごさなきゃいけないもの。おー、降りてきた。地味だ。母さん、私の？え、これじゃあ、まだ私、卒業してないってことです、これ。え、どうなってるんだ、これ。こんなにちっちゃかったのか。今のはジミー・ウィーズリーですか？私、映画でなんか、大きくなったジミーしか、ね、あまりちょっと印象に残ってないんでね、びっくりしちゃいました。あなたの弟がいるせいで、ちょっと神経質になってるみたいね。僕も時々、チョメのせいで神経質になることがありますよ。兄さん。なあ、ジミー、怖がる必要はないよ。こいつは僕の弟のチョメだ。どうも。はじめまして、ジミー。大丈夫。そのうち打ち解けられるよ、チョメ。いや、これは嬉しいな、でも。ウィズガンモッド裁判中に僕がここにお世話になってた時も、僕に挨拶するのに2週間近くかかったんだ。そんなことないわよ。そんなことあるよ。母さん、父さんはいつ帰ってくるの？もうとっくに帰ってきてると思ったんだけど。確かに、ちょっと遅いわね。僕が見てきますよ。まだ職場にいるなら僕の魔法省のバッジで入れますから。それは助かるわ。ありがとう。ルーマニアに行くための移動キーが発動するまでもうあまり時間がないから急いでね。はい、ミスター・ウィズリーを連れてすぐに戻ってきます。任せてください。アーサー・ウィズリーを見つける。アーサーは魔法省にいるわ。移動キーが発動する前に見つけて。ちょっと中も一応映しておきますか。こっちはいつも通りです。魔法省やってきましたよ。うわ、絡まれてる。チョメ、こんにちは、ミスター・ウィズリー。一体、席を外してちょうだい、ミスター・ゲームズ。あなたには無関係な話なんだから。アンブリッジだ。
いいえ、関係あると思います。マダム、アンブリッジ、僕はミスター・ウィズリーを探しに来たんですよ。ウィズリー家と僕は一緒に旅行に行くんですけど、今すぐ家に帰らないと出発に遅れてしまうんです。私が今言った通りだ、マダム、アンブリッジ。いいえ、どこにも行かせやしないわ、アーサー・ウィズリー。あなたに割り当てられた書類が山積みになってるの。それを仕上げるまでは、ここから出すわけにはいかないわ。書類？休暇の直前に？書類は後でもいいものだ。そもそも仕上げたところでそれを見直す人間がいないんだから。他の職員は皆ホリデー休暇でいない。この建物に残ってるのは私たち3人だけだと言ってもいいぐらいだ。それでも私はここにいるの。その書類を仕上げるまではどこにも行かせないわよ。ホリデー休暇だろうが関係ないわ。もうバンバン花火をぶち当てたいですね。あ、後ろめっちゃ人いる。通ってる。すごい。いいじゃないですか、マダム・アンブリッジ。急ぎじゃない仕事のために休暇中も働こうなんて人はいませんよ。あなたも話せばわかる人ですから、この状況をどう解決できるか話し合いましょう。話し合いますか。ここクリスマスツリーも後ろに飾ってありますね。マダム・アンブリッジを説得する3時間、星5個で合格。帰って温かい紅茶を飲む方が良くないですか、マダム・アンブリッジ。今は誰も仕事なんかしてませんよ。あなたもミスター・ウィズリーも帰るべきじゃないですか。この種類は確かにそこまで緊急じゃないわ。私はあなたと同じ局に勤めてないんだ。マダム、この書類はあなたの仕事には全く関係ない。書類がそこまで重要ではないなら、ミスター・ウィズリーがここに残る理由はありませんよ。今もお互いに贈り物をして家族と一緒に過ごす季節です。マダム・アンブリッジ、ミスター・ウィズリーが休暇を終わった後に早朝出勤して書類を仕上げるのはどうですか。お互いこういう時くらい仕事を休んでもいいと思うよ。マダム・アンブリッジ、もう帰ろうじゃないか。モリは怒っているのか、帰ると言った時間をもう何時間も過ぎてるんだ。帰って温かい紅茶を飲む方が良くないですか。確かに私の部下は全員数週時間前に帰ったわ。休暇中にその書類が忘れられるようなことは避けたいのよ。この書類は確かにそこまでは緊急ではない。ミスター・ウィズリーを家に帰す理由はたくさんありますよ、マダム・アンブリッジ。それにあなただって魔法省の寒いロビーにいるより、帰って温かい紅茶を飲む方が良くないですか。確かに紅茶を飲みたいとは思うわ。わかったわ、帰っていいわよ。でも休暇から戻ってきたその日に書類を仕上げてもらいますからね、アーサー・ウィズリー。はい、そうですね、マダム・アンブリッジ。それじゃあ行きましょうか、ミスター・ウィズリー。助けてくれてありがとう、チャメ。君が来るまでずっと堂々巡りしてたんだ。本当に助かったよ。君が来てくれなかったら日が暮れるまでマダム・アンブリッジと言い合ってただろう。いや、これはね、バシッと言ってやる必要があったって答えたいんですけど、まあ、礼には及ばないって言っておきますか。礼には及びませんよ、ミスター・ウィズリー。だけどあの人を言いくるめてくれたんだ。休暇が終わったら君に昼食をおごるよ。それすごく嬉しいです。君はおそらくモリューに言われてきたんだよな。僕は魔法省のバッジを持ってるので僕から探しに来ると言ったんです。そうか、とにかくマダム・アンブリッジの一件が片付いたし、すぐに隠れ穴に戻ろう。はい、もうすぐルーマニアのドラゴン王国に行くための移動キーが発動する時間ですね。懐かしいですね、ほんとドラゴン王国に行ったやつ。あ、これちょっと溜まったんですよ。ちょっと見ますか、余談ですが。何でしょうか。あ、やった、嬉しい。私はね、もう本とかいっぱい持ってるので、このダイヤをね、どんどん集めていってる感じですね。で、リフレッシュすると。移動キーのところに行く。もうすぐ移動キーが発動する。グズグズしていられないぞ。初めて移動キー使ったのは飛行訓練場でしたよね。魔法省から戻ってきました。待たせて悪かった。魔法省の同僚が休暇中も働けと言ってきたんだ。チョメが来てくれたおかげで無事に休暇を取れることになったよ。さすがはチョメね。二人とも手遅れになる前に戻ってきてくれてよかったわ。もうすぐ移動キーが発動するんですよね。それがチャーリーが送ってくれた発動時間を読み間違えたみたいなの。ああ。だから最初に思ったよりももう少し時間に余裕があるわ。みんなはもうすぐにでも出発したい気持ちでいっぱいだから、急に待ち時間ができたとしてクリスマス気分が台無しにならないといいんだけど。それなら心配ありませんよ、ミセス・ウィズリー。僕に任せてください。何やるんだろう。みんな、すぐにでも出発してうずうずしてるのはわかるけど、どうやらもう少し待たなきゃいけないみたいなんだ。出発したくてですね。
出発時間になるまで爆発スナップで遊ぶのはどうだ。真剣衰弱みたいなやつですね。僕は爆発スナップってあんまり遊んだことないし、みんなが遊んでるのを聞いてるよ。うまい返しを聞かせてくれよ。もちろんだよ兄さん、あまりにも楽しくてきっとあっという間に出発時間になるよ。3時間星3個で合格、移動キーの発動までのカウントダウン。これ右上エネルギーがあまりなかったのでちょうどよかったです。これも星3個で止めてちょっと3時間経過するのを待とうと思います。こうやってるわ。さっきの爆発で指を火傷したかも。今回は私が勝つかも。今まで爆発スナップで勝ったことってないの。今は誰が勝ってるんだ。ズルしてないよなジミー。あなたこのゲームが得意みたいねなんかすごい堂々としてる。次はどのバージョンをプレイする。このトランクとカバンを整理しておくよ森。君は何もせずにくつろいでおいてくれ。他の息子たちがホグワーツで問題なくホリデーを過ごしてるといいんだけど。おい僕の顔の前で何か爆発しなかったかちょめ。僕がリードしてるみたいだ。まあさっきの爆発で指をやけどしたかも。このカードで眉毛を焦がされたら嫌だな。今回は私が勝つかも。今まで爆発スナップで勝ったことなんてないのに。まあ以下略ですかね。今は誰が勝ってるんだ。どうなんだろうね。このデッキは特徴的だ。これでちょっと CM 見て短縮もしておきますか。星3個以上で合格です。ゲット。おい、ビルによると今お前とジミーが同点1位らしいぞ。うん、分かってる。子供の頃に兄さんとプレイしてたから。僕は爆発スナップが随分と上手くなったんだ。ジギーに勝たせてやるのか。今まで一度も勝ったことがないらしいぞ。これ勝たしてあげるか。でもずっとなんかチョメに勝った、チョメに勝ったって言われる可能性もあるけど、勝たせてあげよう。うん、勝たせてあげるよ。ここまで頑張ったんだもんな。お前はいい子だな、チョメ。僕の教え方が良かったんだろうな。いや、兄さんは爆発スナップの教え方が下手くそだったよ。それから僕のことをいい子なんて言わないでくれ。よし、最後のラウンドだ。ジミー、君と僕の一騎打ちだぞ。望むところよ。さあ、やっていきましょう。おお、確かにこうなるか。喜んでる。勝った。信じられない。私の勝ちだわ。おめでとう、ジギー。君は強かったよ。チョメのおかげでみんないい顔をしてるわね。朗報よ。そろそろ移動キーが発動するわ。出発の準備をして。カウントダウンはあなたにお願いできるかしら、チョメ。はい、それじゃあ1、2の3でいきますよ、みんな。移動キーに触れてくれ。ドラゴン報告に行くぞ。1、2の3。パート1を完了しました。褒美は以下の通り、ゲット。次回、パート2やっていきます。ちょっと見てみます。こんな感じになってるんですよね、ドラゴン保護区。今、冬っていうのもありますけど。ここ、エネルギー回復ポイントあるんですが、ちょっと今ね、ドラゴンがいません。はい、待ち時間はね、特にありませんでした。